コーヒーさくらの大西です。本日はミルクのメンテナンスのうち、グリスのことについてお話をしたいと思います。こちらにあるグリスなんですけども、ミルクには、歯のところとモーターの軸のところをはめるところにグリスが塗ってあります。でこれ中身を開けるとですね、グリスこんな形になっているんですけども、一応そのグリスっていうのは食品用のグリスです。簡単に言えば、サラダ油の、グリス版というか、体に、もし入ったとしても問題がないというものになっています。でしかもこちらはですね、ちょっと結構こう、精度が良いというかですね、本当に安全ということがで定評があるものです。しかも耐熱となっています。でフジローヤルさんでは、こちらのものを扱ってらっしゃって、フジローヤルさんでも販売されております。後でリンクを貼っておきますので、ご利用の方は、そちらでお買い求めください。ただこのぐらい量が入ってますので、これ何グラムかというとですね、ちょっとすぐわからない、400グラム、400グラムも入ってるんで、なかなかこれちょっと多いんですけども、もし当店でミルをお買い上げ、ミルコのミル、こちらのミルをお買い上げいただいた方はお持ちいただければちょっと塗りますので、ただちょっと私がいないとちょっと難しいので、ご来店あらかじめちょっとお電話いただいてご来店いただければ、ここに塗らせていただこうと思います。でどんな感じかというとですね、これ新品のミルクのこれ、この前面のカバーを外したところなんですけども、こんな感じです。こんな感じ、ここに白いのがついてますけども、これが、グリスです。でこれちょっと歯を外すと、こんな感じになってまして、グリスが割とたっぷり塗ってあります。でこれ使っているうちに、やはりこのグリスのところというか歯を掃除する際にグリスのところに粉がついて、だんだん汚れてきて気になると思います。でたまにですね、このグリスをですね、きれいに拭き取ってしまう方がいらっしゃるんですけども、拭き取ってしまうと、ちょっと故障の原因にもなりかねないので、その後はですね、ちゃんとグリスを塗っていただきたいと思います。もちろん食品用のグリスで、おすすめはやっぱ こちらのアドニールというグリスがおすすめですけども、他にも食品用のグリスというのは販売されてます。多分ホームセンターに売ってると思います。で、こんな感じなので、一回ですね、これ歯の掃除をこれしましたら、こういうとこですね、グリスを塗っていただいて、こんな感じですね、こんな感じに、ちょっと見にくいんですけども、こんな感じで塗っていただいて、またここでですね、スムーズに動くことを確認して、また蓋を取り付けていただいてご使用いただければと思います。今日はミルコのですね、グリスについてお話ししましたけども、これグリスをですね、特に綺麗好きな方は、特にこう綺麗に取っちゃうんですね。で取っちゃうとですね、しばらくするとミルを動かした時にガガガガッとこう異音がするんです。でもしそういう音がする場合はちょっとグリスの不足が考えられますので、割とたっぷり塗ってください。一応食品用で安全です。いろんなこう、エスプレスマシンの中の、グリスとか、これも食品用ですけども、いろんな、もちろん焙煎機のとこの、ベアリングのとこにも使われてますし、食品のこう工場とか、さまざまなところで使われている安全なグリスです。今日は、ミルコのグリスのことについてお話をさせていただきました。いつもご視聴ありがとうございます。